こういう感じになってたんですね、ドクちゃんと私が。各部の女の人がパーッと来てたんですけど、送り込みたくなかったので、嫌だったらやめてくださいって言ったんですよ。そしたら男の方の人が、仕方ないだろうとか、大人げないとか、送り出しちゃって。すぐ周り焦がれて、こう、移り込みたくたんで、やめてくれって言ったら、男の方の人に。怒られて、映り込みたくなかったんで、あんまりこう身近で撮られると。なるほど。そういう場合は、いなくなった方がいい。なったっていうか、撮影させた方がちょっと違うところに。行った方がいいですよね。そういう人に関わらないのが一番。音声とか、映像とか残ってたのですか？映してたんですか？映ってはいなかったね。見せろって言われるのに何見ない、うん、見せろって言うのかと思って大きいの、うん、やっぱヨガちゃんがいいんですよね。そこにいたらダメですからね、クルッとしてクルッと見てじゃん口いっぱごめんなさい、うん、ベちゃん、ごめんね、何も下にキキちゃんはい、行ってんの多かったら、ドクター大違いだったほらほら、出てきてちょっとまだ怒ってるよ名前やったらしい15名しかもたまに初めて生まれたズーラシ生まれとかもいるよ去年最高齢のメスジュリージュリーのあでもどっちなんだろうキキじゃないのかないろんなこと今関係したのにしたりどういうことだったらとても一番下で最後直接口つけて。ほら、赤ちゃんおったよ。赤ちゃん練習中じゃん。ほら、赤ちゃん乗って。え、誰？
持ってるよ。本当だね、赤ちゃんと練習中だね、赤ちゃん。練習だよ。あ、あ、来た。え、大丈夫です。撮ってみなよ。撮ったら、ここが撮ったら意外とちゃんと目がでかくて怖い。あとさ、